マルガレータ・フォン・エスター・ライヒ・トスカーナは、オーストリア帝室の分子、ハプスブルク・トスカーナ家出身の大公女、トスカーナ大公レオポルド2世の彦。1943年から1945年に、かけ、中中華民国イタリア大使であった夫と共に、日本軍の捕虜収容所に拘置されていた。レオポルド・ザルバトール大公と、その妻で、スペインのカルリスタ大位請求者である。 マドリード公、カルロス・マリアの娘ブランカの間の第三子、三女として生まれた。全名は、マルガレータ・ライネリア・マリア・アントーニア・ブランカ、レオポルディーナ・ベアトリクス・アンナ・ヨーゼファ・ラファエラ・ミヒャエラ、スタニスラバ・イグナティア、アリックス・セツイーリアである。先例名は、母方の祖母のマドリード公爵夫人・マルゲリータに、ちなんでいる。家族からは、メグの愛称で呼ばれた。両親は、 ウィーンにパレトスカーナとビルヘルミーネンベルク城の二つの城管を所有し、校舎の城だけで80人以上の使用人を抱えるなど裕福な資産家だった。マルガレータは年齢の近い二人の姉ドローレス及びマリア、インマクラータと一緒に育てられ、三人姉妹は芸術への関心を分かち合った。マルガレータは特に演劇に熱中した。 両親は娘たちに多言語習得を中心とした教育を授け、母語のドイツ語の他にフランス語、スペイン語、ハンガリー語そしてイタリア語を学ばせた。1918、1919年の二重帝国と君主制の崩壊に伴い、大公一家は皇族の身分と全財産を失った。マルガレータの年長の弟二人を除く大公一家は、 オーストリア共和国市民になるのを忌避して、スペインのバルセロナに亡命し、同志で経済的に苦しい生活を送った。1936年、スペイン内戦が勃発すると、母や同居する指定と一緒に、ウィーンに戻る。翌1937年11月27日、イタリア人外交官で中央ランダ講師を務めていた、フランチェスコ・マリア・タリアーニディ・マルキオ公爵と結婚した。 婚礼は、マルガレータの3番目の弟アントンの所有するゾンベルク城で挙行された。新郎は50歳、新婦は43歳の晩婚だったため、夫婦に子供はなかった。1938年に夫が中中華民国大使に任命されたため、マルガレータは夫と一緒に日本軍に占領された中華民国の首都南京に滞在した。1943年9月、 イタリアの無条件降伏に伴って日本とイタリア王国が敵対関係に入ったため敵性外国人となったタリアーニ公爵夫妻は1945年の夏まで日本軍の捕虜収容所に収容されていた夫妻は1946年初にイタリアに帰国した1951年から1952年まで夫が中スペイン大使を務めたためマドリードに 滞在した。その後、タリアーニ夫妻は、ローマで隠居生活に入った。1968年に夫に先立たれた後、マルガレータは、母が所有していたビアレッチョのビラ、ラテヌータレアーレに住む二人の姉、ドローレスとインマクラータの下で過ごすことが多くなった。姉たちが亡くなり、自身が1986年に91歳で死去した際、マルガレータは、 遺言により、ラテヌアータレアーレの屋敷と辞書を公共の文化施設として、ビアレッチオ氏に寄贈した。ありがとうございます。